アレクサンドル・デューマ・フィスアレクサンドル・デューマ・フィスは、フランスの劇作家、小説家。父と区別するために、ショーデューマ、またはフィスをつけて呼ばれる。ロマン主義演劇の大家であった父の影響を受けながらも、小さな世界を写実的にしっとりと描く作風が特徴である。同名の父、アレクサンドル・デューマと法政校の母、カトリーヌ・ロール・ラベの私生児として、現在のパリニクにある。 ボイエルデュー広場一番地に生まれた。1831年に認知され、デキウール、最高の教育を受け、現在のパリ旧区にあるリセコンドルセに通った。子供と引き離された母の苦悩や、青春期に受けた周囲からの偏見は、彼のその後の作風に大きく影響している。若い頃は、父親の金で遊び放けたものの、1844年ぐらい、20歳の、 時に七人もの大金持ちのパトロンを持つ高級商婦、マリー・デュプレッシュと出会い、恋に落ちた。マリーは、間もなく病死するが、1848年2月、24歳の時に彼女との思い出を、小説、椿姫として書き上げて出版し、これが、デュマの代表作となった。1849年、勧めに従い一週間で、擬曲版を書き上げ、 翌1850年に上演されて大成功を収めた。この初演以降、デュマはパリの演劇界で絶大な影響力を持ち、経済、文学両面でも大成功を収め、アカデミーフランセーズ入りも果たした。ロシア貴族の娘と結婚し、二人の娘を設けている。孫の一人アレクサンドル・リップマンは20世紀初頭にオリンピックのフェンシングのフランス代表として活躍した。 ありがとうございます。